これまでに流出した画像は全て任天堂によって削除されました。全ての画像のアーカイブは次の通りですっていうことで、今ですね、皆さんご存知かと思いますが、あらゆる海外のリーカーが、まあ、完全なるリーク画像を出していると。で、リーク画像だけではなくて、まあ、エンディングであったりとか、あとは、なんだろうな。まあ、エンディング以外で言うと、ラスボス。まあ、ラスボスって存在しないからな。まあ、例えば、そのチャンピオンとか、もうすでに流出してるんですよね。で、それらの画像であったりとか、映像っていうものがですね、一通り、任天堂によって削除されております。いや、任天堂さん、本当に動きが早いっすね。はい。まあ、そういったところで、今、海外でとんでもないことになっていたわけなんですが、任天堂の素早いフットワークによって、続々と削除されていると、まあ、そのような状況になっております。で、まあ、削除されるとどうなるかっていうところなんだけど、まあ、このような画面が表示されてますね。で、おそらく、これらも、リーク画像だったんじゃないかなと思いますが、今では完全にですね、こちら削除されております。まあ、Twitter からも削除されていて、これすごいですよね。あと、YouTube 上でもですね、この間、エンディングの動画が流れていたんだけど、あれもですね、なんか削除されていましたね。いや、もうめちゃくちゃでしたからね。ただ、発売前にもかかわらず様々なね、画像とか映像が出回っておりましたが、ただ、現時点ではですね、このような形で、この画像読み込み中にエラーが発生しました。っていうことで、完全に消されております。まあ、逆に言うと、消されてる画像とか映像っていうのは、まあ、完全にリークっていうことか。一方で消されていない画像とか映像っていうのは、おそらくフェイクである可能性が高いのかなっていうところですね。まあ、どうやらフェイクに関しては消されてはないみたいなので、まだ残っていたりとか、あと出回っているものっていうのは、ほとんどがフェイクかと思いますね。まあ、こんな感じでもう全く見れなくなってますね。っていうか逆にさ、どんだけリーク画像とか映像出てんだよっていう話なんだけどさ。まあ、これも見ることできませんね。で、もちろんこれも見ることができないと。いや、めちゃくちゃ出回ってんな、ほんと。あー、これも見ることできなくなってんだ。なるほど、なるほど。なんかこれはね、もしかするとリーク画像ではないんじゃないかなと思っていたんですけど、今日見てみると消えてますね。もしリークじゃなかったら、これ取り上げようかなと思ってたんだけど、ちょっとリークだったんで、うん、無理ですね、これは。一方で、なんかこういう画像とかはまだ残っておりますので、まあ、いかにもですね、なんか合成画像っぽいんだけど、どうやらこれはですね、合成画像っぽいですね。なんか以前から指摘されておりましたが、こちらフェイク画像、まあ、合成画像となってるみたい。なので、まあ、消されておりませんということでしょうか。で、あとはですね、これはなんか合成じゃないかって最初言われてたんだけどさ、結局なんかこのポケモンに関してはね、ポケモンでしたね。最初こんな見た目のポケモンなんていねえだろうみたいな感じでネット上ではですね、かなり盛り上がりを見せておりましたが、これはですね、蓋を開けてみると新ポケモンでした。まあ、詳しくは2日前の動画見ていただければと思いますね。で、これらのツイートを日本語訳すると、任天堂は全てを削除し始めましたと。で、リークの現在の状況、昨日のリークした姿を消しました。要するにアカウントごとを消されたということか。で、今日の初めにゲームの想定ストリームがツイッチに表示されましたが、すぐに削除されたため、誰もそれを見ませんでした。終日、ゲームのイントロカットシーンの複数の静止画がオンラインに投稿されました。ただ全て削除されたっていうことですね。ちなみに YouTube 上でもですね、様々な動画が上がっておりましたが、それも全て削除されているみたいですね。まあ、例えばゲームプレイ映像であったりとか、エンディング映像だったりとか、じゃあなぜこんなに、まあ、リークが出回ってるのかっていうところなんだけど、現時点ではですね、まだゲームショップにはゲームのソフト自体が行ってないので、まあ、ゲームショップから手に入れたと、フラゲーしたということは少なくて、どうやらですね、工場から、まあ、くすねたのか何をしたのかちょっとわからないけど、ゲームソフトを作っている工場から何らかの方法で入手して、で、それをどうやらですね、プレイされている方が多いみたい。まあ、コメント欄とかにもですね、多数そのような報告が上がっていたんですが、今のところはこの方法しかないみたいですね。まあ、日本ではあんまりね、こういうことする人っていないんだけど、海外では一般的に割と行われているみたいで、まあ、そういった背景から手に入れた人が、まあ、YouTube であったりとか、まあ、Twitch であったりとか、まあ、Twitter で公開ってあんまりないんだけどさ、まあ、そういったところで公開しているという話ですね。
ただ残念ながら全て消されておりますので意味ありませんよっていうことをこちらさしております。さやきくんは誰？これは知らないけどさ。はい。まあ、そんな感じよ。で、まあ、新しいリーカーがですね、まあ、工場から運よくですね、ポケモンのゲームソフトをゲットされた方はですね、まあ、新しいリーカーが出る可能性があるということで、まあ、工場から新たに運よく手に入れた人がどんどん現れておりますので、もちろん出てくる可能性っていうところはありますけど、ただ残念ながらですね、任天堂が激おこなので積極的にリークしていく人はいないだろうと、まあそういったことが言われております。画像を削除する必要があります。そうしないと、このアカウントは長く存在しません。任天堂の忍者は容赦ない。乗り物を楽しんで通知をオンにして、クレイジーなリークシーズンの準備ができていることを願っています。さあ行こう。もうなんか日本語めちゃくちゃなんだけど、まあこのようなことがこちら翻訳すると書かれていて、まあ要するにこれ何を言いたいかっていうと、任天堂は容赦なくリーカーに対して攻撃を加えてくると。で、攻撃っていうのは具体的にどういうことかっていうと、画像であったりとか映像とか、そちらを削除してくるということを指しております。で、このことからセントロリークさんがおっしゃるには、ストーリーのネタバレを含むカットシーンであったりとかスクリーンショットはもう投稿しませんと。新しいポケモンのリークについてはスクリーンショットが潜在的なストーリー、スポイラーを含む場合はそれについて言及し写真をカバーしますと書かれております。まあ、要するに自分では投稿しませんよっていうことか。あとはまあネタバレにならない程度の投稿はしていくかもしれませんということでしょうか。あと、これファンアートってわけではないのかちょっとわからないけど、なんかこのような画像も出回ってますね。で、これはもちろんですね、自作の画像となっているため、まあ消されることはおそらくないかと思うんですけど、まあ、レッド星2022ってこちら書かれておりますね。まあ、こういった形で、スカーレット・バイオレットで登場する可能性があるポケモン、そちらをなんか自作で書かれた方がいるみたい。まあ、これが本当かどうかわからないけど、ただ自作は自作でもネタバレの場合は消されるので、まあ、消されてないっていうことはおそらくフェイク画像かなっていうところですね。まあファンアートっていうかフェイク画像っていう言い方の方が正しいか。まあそんな感じでござるね。まあとにかく海外ではとんでもないことになっていると。ただ一方で日本ではこういうことってあんまりないからね。あと先日はパルデアの全体マップ、まあ詳細マップっていう言い方が正しいのか、そちらも公開されておりましたが、今ではそちらも見れなくなっております。で、あとはたびたび指摘されておりますが、カロス地方に繋がるところじゃないかっていうことがここ言われておりますね。まあこちらマップになっていて、でマップのここの部分か、ここがカロスじゃないかっていうことですね。まあカロスとは一応ですね、まあ横に繋がってるっていう形になりますので、まあ当初からですね、まあトンネルになるのか、まあ何になるのかわかりませんが、何かしらの方法でカロスと連結することができるんじゃないか。まあ金銀以来、隣の地方に遊びに行くことができるんじゃないかっていうことが言われてます。ただ仮にカロスに行けるとしても、今作っていうのはオープンワールドになってるわけだから、まあさすがにね、難しいんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうか。まあカロスの一部に行くことはできるかもしれないけど、さすがに全体行くことはできないでしょうね。だってそれだとさ、開発とても大変じゃん。オープンワールドになってるわけだから、あんまり現実的ではないよな。まあ今思うとそうですよね。はい。まあそういったことが今更ながら語られております。まあそういった感じですかね。まあこれからも継続的にポケモン動画投稿していきますので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。そしてこのタイミングで、高評価もポチッとよろしくお願いいたしますね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃの。